はご訪問ありがとうございます。猫族です。お召し専用機関車 EF5861 号機にお召し客車新1号編成を連結し走らせました。EF58 の台車や車輪の側面をメタリックグレーに、そしてパンタグラフに赤いポイントを入れました。461号車両のカプラーが変えられているようでしたので、それに合わせて機関車のカプラーをマグネマティックカプラーに変えました。それではまた次の動画でもお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。